白浜優太は、大阪府堺市出身のプロ野球選手、宇藤右内、広島東洋カーアップ所属、堺市立浜寺南中学校では、泉北シニアでプレー。広陵高校では1年から保守に転校し、西村健太郎とバッテリーを組み、2年から春夏、合わせて4回連続甲子園出場。2年春、選抜大会は、報徳学園、同年夏選手権は、 名徳義塾とそれぞれ優勝校に敗れたが、3年春は決勝戦で横浜高校の成瀬義久、和久さ、枠井秀明を打ち崩し圧勝して全国制覇した。同年夏は2回戦で敗退した。高校通算28本塁打。2003年のドラフト1巡目で広島東洋カープに入団。強権でドラフト当時は上島二世と期待するコメントも出ていた。 2018年2月17日に遅南し、転覆球場にて入団当初は、体力不足と、公師ともに未熟でに軍生活が続いた。2006年には、フレッシュオールスターゲームに出場し、秋には短期間一軍に昇格するが、出場はなかった。その後2010年までの7年間は一軍出場を果たせていなかった。プロ8年目の2011年に、 初めて開幕1軍入りしたが、出場機会がないまま4月25日に2軍落ちした。10月6日には負傷した石原慶子のバックアップとして昇格し、同日の中日戦で8回裏から、守備交代で1軍初出場。初打席は9回西一、三塁、二点差という場面で、岩瀬ひとのりに三塁ごろに打ち取られた。10月8日には、プロ初スタメン出場を果たした。 10月20日の中日戦では9回裏同点の場面でタイムリーヒットを放ち、初アンダ、初打点をサヨナラアンダで飾った。2011年は最終的に7試合で打率、077という成績を残した。2014年5月25日、対埼玉西武ライオンズ1回戦にて、プロ11年目にして、初めてのホームランを記録した。ありがとうございます。